ね、始まりました。こちらが、YouTube の方のスタジオになりますけれども、徹子さん早速タイトルコールをお願いします。はい、ビビ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 、徹子の気まぐれテレビ、そう言えばいいんですかね。徹子のあ、ドロンっていうの忘れちゃったんですけど、まあ、じゃあ最初からもう一回やってみましょうか。ドロン、ビビ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 ビ、徹子の気まぐれテレビです。TV ですけど、まあいいですかね。気まぐれ TV。 あ、気まぐれ TV です。はい、じゃあそういうことで今日は、生配信でも、どんなの生でやるってずいぶん大胆だと思いません？ちょっとバタバタしましたね。すごい、私がなんだかよく分かってなくてやってるわけで、あ、この方がどなたかお分かりにならないでしょ、皆さんね。あの、田川さんとおっしゃるんですけど、田川です。ちょっとご自分で自己紹介していただいていいですか？そうですね、僕は徹子さんと、まあ、お友達なわけですけれども、まあ、お仕事も一緒にしたりとかさせていただいて、もともと本業はオートクチュールの、ビーズ刺繍をやっていて、ビーズ刺繍、あなた発音がちょっと早い。ビーズ刺繍を、やっておりまして、ドレスを作ったりアクセサリー作ったり、まあお教室やったりとか、お洋服とか、今日のお洋服もそうですよ、はい、そうですね。あと大学で、文化学園大学で特任教授をやって、まあ、今3年生をね、教えてます。刺繍を教えてらっしゃる？そうですね、刺繍を教えて、まあ、今ちょっとリモートになっちゃったりするんですけれども、うん、教えてます。そんな感じです。それで私たちはここで、それからいろんな他の芸能人の方の洋服も作って、ね、そうですね、いろんな方の歌手の方とかね、も作ったりもしています。はい、それで、はい、ここでやることは今日から始まるビビビビビビそればっかりじゃん、そればっかりビビビしか言えないみたいで嫌になっちゃうんだけど、はい、周りの YouTube の人初めて、うん、徹子の周りの人の反応とか何かありましたか？私一番すごかったのは何だか、うん、そうそう、そういう風な反応がありました。それでね、うん、あなたやってらっしゃるんですねとかいろんなこと言われたわよ。あ、そうですか。だからやってるんですって言ったんだけど、うん、実態が何だか分かんないのね。でも自分の YouTube は 見ましたよね。何回も見てらっしゃいますよね。で今ねこういう風な形でこれ生でやっていて、ここにこういう風に、皆さんからねコメントが来てるんですね。でまあこれ、まあ、いろんなコメント、これがねテレビと違うところなの。テレビはね視聴率がどうとかって分かるでしょ、だけども皆さんが一人一人がどう思って私を見ててくださるか分からないの。だけどこういうのが面白いのは、そういう一人一人の感想が、YouTube やって一番面白かったのは、みんなが、ね、こコメント、電話のこのとこにこう出るじゃない電話じゃないの、あれスマホのあそこのところコメントがね、はい、それがねすごく皆さんの個人的な意見だからね、あんまり意地悪言われると私ね悲しくなって泣いちゃうから、ね、意地悪言わないでほしいんですけど、はい、まあそれは皆さんのお心のままですけど、もう今ね、そこに今いろんなどんなこと書いてあるの？徹子さんかわいいとか、そうですね、いろいろもうわ早すぎちゃってなんか読めないぐらいの速さでわーって皆さんからコメントをねいただいてますね。数でも分かるの？いくつとかって10とか20とか何人とかって、まだこれ最終的には分かるんでしょうけれども、今はちょっと分かんないですけど、もうすごい速さで、話が全然違うんですけど、あなたは誰だっていうことをおっしゃったんだね、はい、もう言いましたから大丈夫で、オートクチュールのビーズ刺繍の田川さんです。そうですね、で私は黒柳徹子でございます。で徹子さんとの、まあ、きっかけをお話しするっていうことになると、そうですね、僕はね徹子の部屋に出させていただいたんですよ ね。だからあれがもう20年前なんです。もうそんな前で私は初め知らなかったの、あなかった、はい、そしたら徹子の部屋の女のディレクターの人がすごく面白い人がいますよって言って、その人は刺繍をする人なんですよつってあなたのことを呼んできたのね。あ、そうですね、うん、それで出させていただいてから、まあそんなこんなでお母様長さん、私の母からお手紙なんかいただいたりして、それは別行動、母のビーズが好きだからそうなんですね。でそのことで徹子の部屋を見ましたけれども、っていう感想と、なんかこれからこうなさった方がいいとか、いろいろすごいねありがたいメッセージをいただいて、なんかねしばらく文通とかしてたんですよ、お母様と、あなたと母と、はい、でその後徹子さんとお友達になって、そう、まあ意気投合した感じで、それは意気投合しましたね。でみんなね、僕も徹子さんもそうですけど、うちの兄も
もあのアンティークとか、あなたのお兄様もね、私仲良くして、そうアンティークが好きで、そう3人でよく骨董市なんか行ったりして、仲良くしました。まあいろいろたくさんのものね、お互いそれぞれコレクションをしてたんでね、うん、そんな感じで、みんなこう仲間でね遊んでる感じですね。素敵展とかさ、もっと素敵とか、そういうのやりましたね。やりましたね、うん、東京ドームでやったりしたでしょ。東京ドームでやったのはあのテーブルウェアフェスティバルですね。素敵展ともっと素敵展は僕と徹子さんのコレクションとか、うん、まあ、僕は作品も展示しましたけど、うん、すっごいたくさんの方が全国、あ、これ私の持ってるね、あ、そうそうそう、あ、そう、すごい写真があったんだ。すごい、これ私の持ってるね、あのペーパーウェイトってガラスのね文鎮です。これねほとんどね、まあ、アメリカのものとかイギリスのものとかなんですけど、これね重いのよ、一つずつが全部生のガラスですから、落とすと痛いし割れるし、でね、僕もこれあの気がつかなかったっていうかあれだったんですけど、ガラスの中にあのお花が入ってるっていうことは、あの中に入ってるものも溶けちゃうから、ガラスじゃないとそうダメなの、周りでか、うん、丸くすることはできないんですよね。そこの中に、で、あの周りのところはなんか型を取って丸くするらしいんだけど、ガラスの中にはガラスとあとは空気ぐらいし、なんか失敗したのにはちょっとプンプンって空気が入ってるの、そういうのはね、うん、もう売れないのよ、うん、なんか入れるなら入れるできちっとした空気が入ればいいけど、そうじゃないんだったら普通のああいうガラスの中にガラス の, あのお花が入っている、それがガラスの文鎮というもので、私はそれを集めているので、それの展覧会みたいなのもしましたけど ね、うん、まあ、アメリカではねこの美術館、ガラスのね、ガラスの美術館、文鎮の美術館もたくさんありますけれども、 そんな感じで、ね、ここにあるね、今日ここにあるこう T セットも徹子さんのコレクションの中から、ね、お家から持ってきていただきました。まあ、あのお茶飲むにしてもやっぱり綺麗なものであの飲んだ方がやっぱりいいじゃない。そうですね、うん、かわいい。これはヘレンドですかね。ちょっとごめん、遊ばせ、これですヘレンドですね、はい、かわいいね、かわいい、バラの花がついてますけども、いい、小さいバラがついてます、はい、で、そう、何ですか、テーブルウェイフェスティバルのさっきに出たやつで、こういうあの食器なんかをやって展示をね、うん、ずっと10年以上やってたんですけれども、あ、これ今出てますね。これはいつですかね。私頭があんなになってたか見るとだいぶ前だと思いますこの、ね、爆発ってみんなが呼んでる爆発の頭してますねそうですね。でこういう形で東京ドームでね、テーブルウェアのセッティング、あのテーブルウェアフェスティバルでセッティングを10年前からね、別々にやったり一緒にやったりとかしてたんですけど、うん、その中でトークショーをやってたんですよね、うん、2人でね。そう、それが評判が良かった。これだけどね、私のものと田川さんのものと一緒になってるの。そうですね、これね、一緒にやったやつですね、うん、2人で一緒に。あそこに椅子があって、それに五線譜みたいなのが、あれ田川さんが刺繍したやつですよね。ビーズとスパンコールでできてるんですね。ビーズとスパンコールでできてる椅子です、はい、まあ、そういうのを持ち寄ってね、ああのこれ徹子さん の, あのうさぎの何です、のあれ箱です、箱、なんかあのお裁縫箱みたいな、そう、あ、お香の箱かな、これね、可愛いですよね。でお椀も、あ、これがトークショーですね。そうそう、それでね、2人の話、そう、まあ今日は今皆さんご覧になってて、あんまり面白くないと思うかもしれないですけどあのそこでやる2人の話は面白いという評判で、もう10回、あ、20回ぐらいやったの。そう、12、3回かな、うんうん、やってますね。このところあの去年と今年はこんなありさまだったの で、 そうです、ね、ちょっと表に出られなかったので、はい、あのやれませんでしたけど、はい、暗いニュースがね、まあ、私たちの話を聞いてちょっと笑っていただければそれは嬉しいなと思って、はい、そうですね、それがきっかけで2人で、まあ、どこかで、ね、トークショーをやって、明るい気分になっていただこうっていうのは、うん、この YouTube で実現したっていうことですね。そうですって、うん、そうですって言って、ね、私いろんなことの飲み込みが悪いっていうかね飲み込みのいいとこと悪いとことがすごくギャップがあるもんですから、そのいわゆる YouTube だとかそういうのがよく分かんないんですけど、まあここでなんか話してっていうから私話します。私あの NHK 入りました時に、もういきなりなんか、いきなりすぎるかな、まあいい、気まぐれだからいいんですけれども、うん、あのまずちょっとスタジオの感想も言っていただいて、いいこれほら見ていただくと可愛いわね、これ後ろの ね可愛い、あの徹子さんが大好きなものを玉ねぎとかイラストにしたお部屋になってるんですよ。すごい可愛いイラストがね、お部屋中に描いたの、びっくりしましたね私。そうでしょ、
テレビって何でもできる。テレビってこれテレビこれはね、まあ、YouTube 配信ですけれども、まあ、テレビと同じような構造ですよね。私の大好きなものをね、いろいろ皆さんイラストにしてくださった。ケーキとかね。私ケーキ大好きなんですよね。今ないですけど、ここにさっきね本当のケーキ来るって話だったのにね、全然ないの本当の時になったらこれがね、私騙されちゃうの、いつもケーキ食べてやなってさっき思ってたんだけど、それいただき、でももしかしたらいいことがあるかもしれませんよ今日は。本当、うん、そういうふうに、私こんな年になっても人に騙されてね、おかしいもらえると思って騙されてて嫌だな。私、僕は騙さないです。そうですか、皆さん、はい、でね、ここはね皆さんね、気づいてらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、これバーチャルスタジオになっています。で、テレビ業界の人の聞くこと、あ、これですね、本当は緑色の、皆さんこれね、普通の緑色の何とも知れない、全部が緑色のお部屋なんです。で、これで、日本で初めてこの、特撮っていうんですか、このうん、やったのは黒柳徹子さんだっていう、ああ、魔法の絨毯とか、魔法の絨毯、うん、NHK で、じゃあその、うん、あ、合言葉で戻してもらおうと思ったらもう戻っちゃったんでじゃあもう一回合言葉で、合言葉がなんていうの、魔法の絨毯でやったやつでちょっとグリーンにしてもらいましょうか。あ、それでもう一回ちょっとグリーンにしていただきましょうか。今合言葉かけますからね、はい、ああ言っちゃった、はい、じゃあこれで分かった分かったやっと飲み込むんだようです。あ、分かりました、はい、これでいきます。これだと皆さんつまんないはい、どうぞこれだとつまんないと思うかもしれないけど、この時に洋服が大変なんですよ、本当のこと言って。こういうものの時にこれが嫌なもの着てくると、私はね、消えて見えなくなっちゃうんです。だから、ね、嫌なものっていうのはグリーンですね。グリーン系のものを着ると、全部色がこう透けて見えちゃうんですね。で、首だけになったらなんかするんですよ。そうです、ね、でも今日はね、ちょうど私白だったもんですからね、はい、でじゃあこれは元の綺麗なのに、じゃ魔法の絨毯の合言葉、魔法の絨毯の合言葉で懐かしい人も少ないとは思いますがなんて言うんでしたっけ、油かたぶらつなんですか、油かた、言いましょう、はい、油かたぶらドンドン、行きましたね、すごい。この間私ちょっと汗が出てきちゃったんですけど大丈夫ですかね。大丈夫ですよ、そんなのあのね、私どんなに暑くても汗かかないから、ね、いいですね、うん、さすが、それだけはね、業界68年、そう、業界68年って言われると本当に大変なんですけど、油かだぶらっていうのをやってたのは魔法の絨毯っていう NHK のね、本当にあれはいいと言われた番組なんですけどね、はい、あれはオリンピック、東京オリンピック、今のじゃないですよ、はい、あの前のオリンピックの時にね、はい、亡くなったんですよ。それがどうしてかっていうとね、魔法の絨毯っていうのはちょっとヘリコプター使ってるところがあったんですよね。魔法の絨毯で私が飛んでいくところで飛んでって見ると、下の小学校やなんかが見えるところやなんかね、そこのところをヘリコプターで撮ってたんですけど、東京オリンピックをこの前やるんで、はい、ヘリコプターをその時使うので魔法の絨毯に使ってられないって NHK がね、その時 NHK はねすごく貧乏だったらしくてねヘリコプターの数がね1つか2つしかなかったの。だからもう私の魔法の絨毯に使えないっていうの、ヘリコプターが、うん、ですからもうオリンピックが始まりますので魔法の絨毯はこれでおしまいですって、だから3年で終わっちゃったんですよ。とっても良い番組だったので、ね、残念でした。もう大人気番組だったんです、うん、皆さん、僕はちょっと覚えてないんですけれども、うん、皆さんそこに出たかったんですよね。で、徹子さんと一緒に絨毯に乗りたかったんですよね、うん、でもすごい、この間ね、頭のツルツルの方がね毛のないおじさんみたいな人がね、僕黒柳さん昔お会いしたんですけど、とかどうしたんですかって言ったら、僕は魔法の絨毯に乗せていただいた小学生だったんですって、って小学生の 2,3 年の子と一緒に魔法の絨毯に乗ってくんですよ、私はね、うん、それで油かだぶらって言って乗ってって、でその子の学校の前上へ飛んでいって、うん、で学校の友達のことはなんとかとかって そう言うんだけど、そういうおじさんの人が時小学生で私と一緒に魔法の絨毯に乗ったっていうのはもうね、まあしょうがないですけど、うん、まあ私もいい年ですから、はい、でもそれはね、
ちょっとがっかりしました、私としてはね。がっかりした、うん、そんなすごい長いこと時間が経っちゃったのかと思ってね。そうですね、うん、魔法の絨毯ですね。そうですよ、魔法の絨毯。でもその魔法の絨毯はいい番組ですよ、とってもね。そうですね、うん、なんかそれはもう子供にはいいものをっていうね、残ってる映像がね、時々NHK とかアーカイブとかでね、で出てきますよね。で最後に私が3人も出て歌を歌ったんですよ、3人で。知ってます、知ってます。それもなんか見ました。そ、ええ、それも当時としては NHK としてはもう考えられない技術使ってね、ものすごい昔ですから。なんか喫茶店のところで窓から一人が来てとかっていう感じで歌う歌うやつですね。2人がいてここにいて歌ってるところにもう一人が歩いてきて3人になって歌う歌う、私がね3人出てくるって。いつも2人なんですけどね、うん、でまあそれはともかくとして、あのコメントでね、子供の頃見てましたっていう方、え、本当結構いらっしゃいますって。嬉しい、そんなことってあるの、うん、嬉しい。お互い長生きしてよかったですね。ね、そうじゃないだって。そうですよね、本当にあんな昔なんですもの。ちょうどオリンピックっていうと1900何年前のオリンピック。数のことについて私に聞かないでいただいてもいいかしら。63年、64年ですって。63年、そうですね、63年ぐらいから始まって64年、だからそうですよね。だから何、64年だとっていうことは56年前。すごい昔ですよ皆さん、56年前にやってたその魔法の絨毯に出てる方が見てましたって、それを見てましたって今そこに来てくださるんでしょ。そうです、そうです。あ、皆さんたくさんのコメントありがとう。なんかいろんなことちょっと読んでみて。生まれてないとか、うん、昔の東京オリンピック覚えてますよ。あと、なんだろう、生まれたら見たかった魔法の絨毯、徹子さんと乗りたかったしテレビ見てました。あら、嬉しいな。とか来てますね。私もそういうの欲しいな。どういうの、どういうの、こういうの。自分で見られるじゃない。お家に持ってるじゃないですか。でもでね、先週1回目の放送したのご自分でも見ましたよね。それで中でもね、たくさんのコメントいただいたんですけれども、うん、一番多かったコメントは何だか知ってますか。知りません。ちょっと考えてみてください。そういうのはどっかにまとまって出るの。全部集計してみて、うん、そのコメントのみんなが思ったこととかの一番多かったことは 何だったかっていうのを何だろう、集計したところ、わかんないな、ちょっと、ですね、番組名についてですね、番組名についての魔法の絨毯。違う、この YouTube のあの時名前を考えたじゃないですか。2人でね、そうその時のことについてのご意見が一番多かったんですけれども。何でしたっけね。ですね、いいですか、答えちゃって、うん、皆さんというかね、そのコメントくださった方はトットチャンネルのまんまでいいじゃないかっていうのが多かったんですね。で、うん、まあ、あの時最初ね、徹子さんのトットチャンネルって言って、トットチャンネルって私は言ったんですよ。それも考えたんですけどね、ちょっとね、これはね、先に使ってらっしゃる方が いらしたんですね、トットチャンネルっていうのを YouTube で。で、ちょっとそんなのもこともあって、その人もトットちゃんっていうの、まあ、ちょっとあんまりそこはよくわからないんですけれども、で、まあ、ちょっと混乱しちゃう。私じゃないの、それで。私じゃないんです。で、まあ、そんなこともあって、うん、ちょっと違う方にした方がいいんじゃないかというと、まあ、トットチャンネルはね、徹子さんも本の題名にもね、トットチャンネルっていう本書いてますからね。本も、ね、書いてるんで、あれ、本当はね、多分皆さんもそれがしっくりきたと思うんですけれども、そんなわけで、タイトルはビビ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 ビ、徹子の徹子の気まぐれ TV、 気まぐれ TV になりました。になりました。ね、うん、それ で、うん、第1位、それは今2番目なんですね、うん、あ、一番多かったって言っちゃったかもしれない、2番目だったんです。で、一番多かったのはもう1つあるんですけれども、うん、何だと思いますか。わかりません。結構これはね、うん、なんなん多くて、みんな優しいなって思うし、うん、みんな徹子さんのこと、ね、本当に大好きなんだなってちょっと思いました。なんだろう、あ、ちょっとわかんない、教えて。アイスクリーム食べさせてあげてくださいって本当に終わった後にね、
あの後アイスクリーム食べたんでしょうかっていうね、おやすそれはお優しい、ね、みんな優しいですよね。この方が食べさせてくれないと僕のせいしないでくださいよ私の事務所の人が、私はしょっちゅうアイスクリームアイスクリームって言うもんですから、ああいうものを食べると太ってね、みっともなくなるといけないから、アイスクリームは食べない方がいいとかって言って、私にアイスクリームを食べさせてくれないんですよ。私一番好きなのはソフトクリームなんだけど、特にソフトクリームなんていうのはどっか行かないと買えないじゃない。昔ね、韓国行って一緒にみんなで行った時にこんな長いソフトクリームがミョンドンで売ってて、ね、3倍くらいの長いのすごい列が並んでるのに、そこのところで私も絶対並ぶって言って、ね、徹子さん、黒柳徹子ってバレますよって言っても、そんなに全然構わない、バレたって構わないけど、私並ぶって言って15分ぐらい並んで、こんな長いソフトクリーム食べましたよ ね、あれね、美味しかった。ああいうのが食べたいんですけど、私はそれにしても、まあ、食べさせてくれないもんだから、みんなが それをかわいそうで、って言うとちょっとなんかそのチーム徹子がなんかちょっと悪者の風になりますから、あれですけど、気を使ってくださってるとか、みんな気を使って私にねああいうものをいっぱい食べたらよくないからとかって言って食べさせてくださらないんですけど、私が一番食べたいものはチョコレート味です。チョコレート味のアイスクリームが好き。チョコレート味のアイスクリームが一番好き。今日はもしかしたら番組後半で何かが出てくるかもしれませんよ。そんな子供だましみたいなこと言わないでよ、お願いだから。でもちょっと嬉しいでしょ。そう、で笑っちゃう。出てくるかもしれないんだから。もうあんまり嬉しくて笑っちゃうんだけど多分来ないだろうと思う、私。だってテレビ局のこんなところにそんなソフトクリームなんて来るはずがないもんね。ソフトクリームはね、溶けちゃうかもしれないけど、まあちょっと近いものが来るかもしれない。話が面白かったらいただけるのかもしれないですね。面白い話した方がいい。座布団一枚みたいな感じで、で、まあ、さっきも、ね、言ってましたけども、こういうね、いろんなコレクションを集めてて、徹子さんも僕もその、ミュージアムを作ろうっていう、ね、一つの目標もあるんですよね、うん、で、そうですよね。で、今ねそれをミュージアムを素敵展とかもっと素敵展でこういつ行っても見れるところを作ってほしいっていう意見がすごく多かったんです。あの時は期間がね、1から1までとかで終わっちゃったから、だからどこかにその黒柳徹子美術館ミュージアムを作ろうっていう形で、今ね財団も作ったんですよ、2年前にね。あ、そう、2年、黒柳徹子記念財団っていうのを作ったね。でそれはまあその後世にそのこういう素敵なものとか手の凝ったものも人間の手では作れないようなものの徹子さんのコレクションをさっきのガラスの分身とかね展示するっていう目的で作ってて、うん、まあ、そこの僕理事もやらせていただいて、この方にそこへ の理事もお願いしてやってるんですけれども、まあいつかね、まあ、早いうちにできるように頑張りたいと思っております。うん、私ね、ごめんなさい、皆さん混乱なさっていけないんですけど、ユニセフの親善大使の人か、それは全然別なことなんですよ。ユニセフの親善大使っていうのはそういう恵まれない子どもたちのところへ行ってみんなこんな生活をしてますよっていうのを皆さんにお知らせするユニセフの親善大使というのと、それから私トット基金っていう耳の聞こえない人たちの劇団 の理事長もやってるんですけど、それは私の窓際のトットちゃんの本の印税で作ったものでございます。そういうの2つやってて、これが3つ目なんですよね。そうです、はい、ね、だから他のものは違うんですけど、これは3つ目で、これはね、だからビビビビビビっていうそういうテレビチャンネル、はい、というもんですね。こんなのずっと見ててくださっても皆さん見てくれてますよ。じゃあ今ね、ちょうどコメント見たらば、田川さんのコメント癒されますっていうの見ちゃったもんだから、あ、本当、ちょうど目に入ったからちょっと嬉しいなと思って笑ったんですけど、今日の洋服さん、今日の衣装、皆さんご覧になりたいっていう方が多いそうですけれども、これ田川さんが作ってくださったお衣装なんですよ。もうね、一回座っちゃったらちょっと立ち上がれないもんですから、ちょっと座ってますけど、これはですね、下地にこうちっちゃいね、お花の生地で作ったお花のこう大きいものとか小さいものが、縫い付けられていて、そこを留め付けるのにパールとかビーズとかつけて、で、これ全部手でつけたの？もちろんそうですよ。
嘘。本当です。本当僕たちの仕事はそういう風な仕事なんです。これ全部手でつけたの？そうですそうです。で皆さん手でつけたんでしょ、ね、このお花やなんかをこう今クロマキーですからねちょっと見にくいかもしれないですけどこういうお花の、ね、中心とかこういうところのビーズは全部こう手でつけて。皆さんちょっと例えばここのとこご覧になりますちょっとね飛んじゃうかもしれないんですよね。ここあでも見えてる見えてる。ここのとこにビーズがあります。見えます？あでもちょっと見えにくいかもしれない。キラキラ光ってるところがスパンコールですね。こういうところの下地のところにこうキラキラって今光ってちょっと動かしていただいていいですか。キラキラ光ってるのはそこ の見えないですけどスパンコールが全部スパンコールで埋めてるんですね。どうやって洗うのっていう質問来てますけどこれはねまあ、だんだんねもう洗わないんです、ね、洗わないんですけれどもまあでも今はねあのクリーニングの技術が発達してるので吊るしてそのまんま液を上からかけるっていうあのガラガラ回さないで洗う方法があるので、うん、ドレスなんかも割と簡単にクリーニング出しますけれども、まあ、ヨーロッパのオートクチュールはねほとんど洗う、まあ、アート服ですからね、まあ、洗わないで、そのまま一回着たらもうそのまんま作品として取っとくっていうのが多い、ね、まあそうですよね、うん。でこういうの着てほらラーメン食べに行ったりしないからこうだらだらだらこういうところに物が垂れるってことはないわけでしょ。そうまあじゃあそろそろその今日は生配信ということで、はい、生放送の話をしたいと思いますけれども。そうですね NHK 時代はねそのよくねテレビでもこの間 の徹子の部屋スペシャルとかでもちょっと話出てたような気がしますけれども全部徹子さんがテレビ出た時は生放送だって生しかないね。生しかないだってテレビっていうものはそれまで日本になかったんで昭和28年までね、はい、それで昭和28年に NHK がテレビを始めるっていう時にちょうど私は音楽学校に行ってて、うん、オペラ歌手になろうと思ったんだけど、うん、どうもうまくいかなかったんでどうしようかなと思ってる時にNHK がなんか人を募集してって書いてあったから、うん、あ私は自分の子供にね、うん、絵本を上手に読んでやるお母さんになろうと思ってたんで、うん、NHK に行けばそういうの教えてくれるかなと思って、うん、まさかテレビっていうものが始まるから人を募集するって知らなかった。書いてあったんだけど、うん、テレビってものはないからその前、まあね、なんだか分かんないでしょ、うん、で NHK の試験を受けたわけ。したらもうね6000人も人が来て残ったの全部で13人ぐらいですよ。そんなにいっぱい来ちゃってで私なんか絶対そんなに映らない、うん、受からないと思ったんだけど何の加減か私まず何回もね1時から6時まで試験があってね、うん、時間の字じゃないですよ、うん、第1次第2次第3次っていうふうにあってね、うん、それで第6次ぐらいまで試験があってね、うん、もうどうせダメだでも6000人がねもう次の時500人ぐらいになってるのだからすごい減ってるので最後ものすごく減ってる中でねこう局長やなんかがねなんか聞くの私にいろんなことね、うん、面接みたい面接になってやるでしょ、うん、そしたらねうちの父がその時演劇場のバイオリニストでらしたんですね。バイオリニストでね、うん、N 響のコンサートマスターってやってたんだけどね。コンサートマスターっていうのは一番こうその指揮者がもしどうにかなったらば代わりにやる、代わりにやれるっていう、まあ、指揮者のこちらの一番近いところにバイオリン弾いてるなんですけど父はそういう私はこういうね人の前に出てなんかやるような人になることをとっても嫌がっていたから、うん、そういうことはもうやらせない人だと思ってたから父は黙って NHK を受けたのね、うんうんうん。それだから父親っていうこう履歴書みたいなところに父って不明って父のところに不明ってこう書いておいたのね。だってそこに嘘書くわけにもいけないでしょ違う名前を。不明っていうのもすごいですよ、ね、ちょっとすごいと思いますけどでまあそしたらね最後の面接の時にね君黒柳って書いてあるけどこれ黒柳森田さんと関係あんのって言われちゃったの、うん。だって NHK の人たちだからさ父は N 教のだからみんな知ってるわけじゃない、うん、どうしようかなと思ったんだけども嘘をつくのはやっぱり良くないと思ったから そ,、ねうん、それは私の父ですって言ったんだけどああもうこれでダメになるなと思ってもしこれでずいぶん6時まで残ってるってことはすごいことなんだけどう、ね、もうこれでダメになるんだと思ったけどまあしょうがないからそれは父ですって言ったらね、うん、お父さんに言ってきたって
またそこにいる局長のような人が私に聞くのよ。だからね、だってこんなみっともないことを死には言えませんって言ったからびっくりしちゃって、あ、みっともないっていうのは私がそう思うんだって、父がそういうふうに思うだろうと思うことで、私はそういうふうに思ってなくて、私は言えてほしいと思ってるんですなんて言ったらね、みんなのけぞって笑って、その前なんかも私ね、やるたびにみんな笑ってたの、してたの、試験官の人がね、でもみんなのけぞって笑ったから、もうこれで私落ちるなと思ったの。そしたら最終的に、まあ、入ったんですけどね。そうですね、そういう、うん、まあ、今度ね、また入っちゃったらさ、父はもう何も、もうね、大変な試験を受けた、まあ、お母様はね、なんか上手に言ってくださったんですよね。そう、母上手にね、うん、言ってくれたの。あの時そうじゃないとね、うん、ダメって言われたと思う。で、それで、まあ、研修なんかもやったりして、実際の本放送が始まるわけですよね。で、テレビがね、テレビは一番最初何台でしたっけ、あったのは。866台です。166台日本中で、うん、でもお金持ちの人がいたのね、うん、よくわかんないけど、当時ね、だいたい月給っていうのが大学での人が初任給もらうと9000円ぐらいだったんですって、うんうん、物の価値として9000円、うんうん、その時代にテレビはね25万円したんですって。相当の金額ですよね。相当、うん、だから相当だと思いますけど、うん、アメリカなんかではもっと高かったっていうからちょっと分かんないんですけど、それはアメリカのテレビのことなのかもしれないけど、25万円だったんだ。だから日本でテレビを始めますって、で昭和28年に始めますって言った時には866台しか日本中になかったの。だから1台で 5人ずつで見てても、5000人ぐらいの人しか見てなかったの、ね、うん、だから日本中で5000人の人しかテレビ見てなかったんだから、ちょっとぐらい失敗しても5000人の方に申し訳ありませんでした、謝ればいいから、まあ大丈夫だったんだけど、だんだん増えてきてね、今はもうそんなこと言えない時代になりましたけど、うん、とにかくそれで生放送だったんで、もうそれはね、今思ってもゾッとするようなアナウンサーの人がね、うん、今だったらいきなりニュース6時のニュースでございますとか言って始まるじゃない、うん、そういうのね、カメラのああいうところに赤いのがパッとついたらあなたが映っていることですってみんな言われてるわけで、はいはい、そうそう、パッとつくんだけど、うん、本当に自分が映ってるかどうかっていうのはちょっとみんな自信がないじゃない、そこのところが。で、ああいうこういうモニターって、こういうみんなが今見てるテレビみたいなものがああいうところにあるんだけど、そういうのなかなかね、座ってる人から見えないのよ。だから自分が本当に映ってるかどうかわからないもんですからね、こういうふうにパッと赤いのがついてもね、私って聞いたりしてるアナウンサーがいるわけよね。私ですか、皆様こんばんはなんてNHK でございますなんて、そういうふうにやってた、本当にそういうふうにやってた、ね、さっきの始まった時の YouTube みたいな感じで、そんな感じ、本当にそんな感じだったね、うん、それでね、もうそれを言い出したらキリがないんですけど、うん、私今でもおかしいなと思うのはね、いろんな徹子さんドラマとかもやってたわけでしょ。もちろん女優として、私は女優ですからドラマやりました。でもうその時にもいろんな生放送で、なんかもうとにかく収集がつかなくなったら、そうそうそう、もうね、収集がつかなくなったらね、ドラマをやってて、こういうところに、ね、終わりって漢字で書いてあってね、終わりって、うん、そういうのがね、いっぱい今でフィリップね、あれがね、いっぱい起こってんの、うん、それで、ね、いよいよこれ以上やれないってなるとね、これすごいと思うんですけど、当時プロデューサーっていうのはいなかったの、うん、ディレクターと上にいるディレクターです、うん、そうするとね、もうこれ以上できないと思ったらね、もうダメ、できませんよって私が言ってね、もう出しましょうよ、出しましょう、じゃあそこで拾って終わりっていうのをカメラの前に出したの、こうやってそうするとね、もうね、上の人が何と言おうと、もうそれ終わりになっちゃうね。でもそのしょっちゅう出した、見てる5000人の人は、うん、そうそうそう、何だろうって、終わっちゃって、急に終わっちゃったって感じ、うん、そうなの、急に終わって何だろうって。でも5000人だから、そんなに怒ってきたりする人はいなかったの、ね、当時はね。それはそれで面白かったでしょうね、きっとね。だからすごかったわよ、もうね、もう始まってすぐ終わったのあるわよ、うん、始まってすぐ終わったので一番早かったの、私見てた時にね、時代物なの、うん、時代物でね、殿様みたいな人がこういて、すごいこういうの着てて、それでね、こういうガラガラってこう戸が開くのよ、こうやって、うん、そうするとね、そこに金の置物があるの、うん、そこに仏像みたいな、仏像のようなもの、それにこう拝んだりなんかして、それで、まあ、ドラマはいつも始まってたんだけど、うん、そのドラマはガラガラって開けたらそれがなかったんで、うん、ないっ
って殿様が言ってあれは言わなくちゃいけないの、うん、それはもうあれはどうしたってえって言ってそれでみんなが何とかが亡くなったって殿の何とかが亡くなったって言ってもうみんなで探す花お話なんでね30分ですか、うん、ドラマ当時はね、うん、それでもうみんなが探していろんなことしてもう探してもうね探すんだけどねそのいわゆる緊迫感なんか出ないのよこういうところちょっと触るとズルズルって、ね、壁紙が向けたりなんかしてもいろんなことがあって、ね、最終的にはい殿見つけてまいりましたってこうなって終わる予定だったんだけどお話としては、うん、その時初めからあったもんですから、うん、そういう時はねあのあ何があっても、うん、やらなきゃいけないのでね、うん、その殿様の役の人はリハーサルの時にはいつもなかったわけよね、うんうんうん、だからずっと進んでたんだけど本番になったら、うん、開けたらあったんであっってこういうふうに言ったらばスタジオの中のねあのフロアディレクターって言うんだけどあのアシスタントのディレクターの人が当時ねあの紛れて見えにくいってことから、ね、NHK はね赤い帽子に赤いジャンパーっていうのを着てたのみんながねアシスタントディレクターの人が分かりやすいようにそう分かりやすいように私たちはねえねえって呼ぶときにそういう人がいてもねいいから赤い帽子に赤いジャンパー着てる人はねすごい四つ前になってねいきなりそれをねあムーって取って逃げたのよどうしてかって自分の責任だったんやその人はきっとその人が片付けなくちゃいけないのにその前の時リハーサルの時に片付けなかったかいけなかったんだからなるほど見てた方は本当に分からなかったから何が何だか、うん、だって始まってダーンダダーンと音楽が始まってダーッと開いたらいきなりハーってこうになってそしたらすごい赤い帽子かぶった人が出て赤いって色は分かんないけど時代物の時に帽子かぶった人が出てきてそれ見になったら何だでそれでね出てる人たちももうやる気がなくなってさそれでねあのすぐはそうするともうねもうできないってなったらね出しましょうってこうやって終わりを出したの終わり出した私なんか何回も出しました終わりなんですか、うん、それはでもうそれは本当にじゃあお話やんないで30分の番組が5分もう5分もしないうちに終わっちゃって、うん、でその後はどうなってるんですかずっとだからねしばらく NHK もすごいわねしばらくお待ちくださいしばらくお待ちくださいって出たっきり、うん、もうずっと待っててくださいもう何もやんないっていうねなるほどすごいもう随分私なんかも出したわよそうです私が悪いんじゃなくてそういういろんなことでね、うん、あのもう続けてだって例えば森重さんが出てた刑事物でね、うん、あのこう死んだ人がこうなんか横たわってるわけ、うん左牧前さんって人なんだけどそこ死んでんのそうねこうなんか森重さん、うん、これはなんとかだかんとかだって言ってまあなんかいろんなことがあってまたここ来てね、うん、その死んでる人を見てこれが大体なんとかだかんとかだって、まあ、警察でしょここがね、うんうん、でまたなんとかだって言ってるうちで左牧前さんがもう自分が終わったと思って帰っちゃったのねそこからいなくなっちゃったのそしたらねパンってねカメラが映ったらねいないじゃないその箱の中にそしたら森重さんがあーって言ったのよで私も出ててね困っちゃったなって左牧前さんどこ行っちゃったんだろうと思ったら化粧室の方行っちゃってたのでみんながね左牧前さんって呼んでるのは聞こえるのよねあれもうマイクが良ければもう、ね、見てる方にも聞こえたと思うのよでも当時マイクがそんなに良くないからねみんな聞こえないかもしれないだからわーはーはーとか言って向こうの方が来たのもう遅かったんだけど来てそこからねもう一回寝たんだけどさそんなの嘘に決まってるじゃないもう死んでる人なんだろ本当はもうその頃にはもう終わり出してました終わり出してそういう風にねあの終わりっていうのは左牧前さんはその昔なんかズビズバーとかで歌歌ってたそうズビズビバー俳優さんなんです、ね、あの方俳優すごいいい俳優なんですよなんか子供たちと 歌ってたっていうの小さい時に見た時あるんですけどもだからその方がおじいさんで孫娘の役っていうのでもやりました私田舎の孫娘でねあの人おじいちゃんでね私がねあ東京さえ来てってこう縁側にいたところで言ってるわけ、うんでは東京さえ来てって言っておじいさんが何だかズビズバーの方がズビズバーなんて言わないわよそれだけど何とかで左牧前さんが何とかって言ってるのに俺は東京さえ来てとかって縁側のとこで言ってるのだそこのとこニワトリが出てきて、まあ、そこへんね、うんうん、田舎だからね、うん、農家だからそこニワトリが話が NHK の床のところにニワトリが何か食べたりなんかしてたのそれで私はお話は進んでいて東京行って、うん、東京 の, あの、まあ、
事務所なんか働いたりなんかして、で自分のアパートへ帰ってきて、うん、で左牧伝さんに手紙を書いてるシーンでね、おじいさんにね、じいちゃん、うん、東京に来て仕事してて思うんだけどって言ってる時、どういうわけだか、地続きだから鶏が今の庭のとこからケッケッケッって言いながらね、私のところが歩いてきたんだ、アパートの中に入ってきちゃったの、アパートの中に。で私どうしても、アパートの中にさっきの鶏が入ってきたらおかしいでしょ、うん、で私は鶏を飼ってるって設定じゃないんだから、だからもうね、テレビはね、一番大事なことはそういう時見えないふりするってね。もう見ない、もう見ません、私は聞きませんって、結局それでね、今度でもテレビ画面には映ってるんでしょ、でずっと映ってた、挙句の果てにそこまで行ったらね、そこでみんな捕まえたのよ、鶏をみんな、ね、人がこの野郎とかなんとか言って捕まえたらね、キャッ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 ってすごい声出してた。それでまあいろいろあって、東京でいろいろあって、うん、最後にね、田舎へ帰ってね、うん、じいちゃんやっぱりここはいいなって言うのよ。その時にね、さっきの鶏がいないとダメだなと思った ADさんがね、うん、そのフロアディレクターの人がね、ぐるぐる巻きにしまった鶏をバーンとこっち放り込んだのよ。で私はね、やっぱり田舎はいいねじいちゃんって言ったら、ポンと入ってきたらさ、私は全体笑ったことないの、テレビの本番で。だけどぐるぐる巻きに縛られてる鶏がね、と向こうからと投げられてケッとかってそこで言ってるの見たらね、おかしくて、それでアハハって笑ったらさ、左牧伝さんもアハハと笑って、一緒にアハハとか笑って、それで番組終わってさ、私の笑い方がすごく良かったって評判良かったね。でもそれはね、蝶じゃないの、その鶏なんだけど、そんなことがあるって今考えないでしょ。でほら、今はもうビデオですから、もしも万が一鶏が私のアパート、東京のアパートに来たらば、そこで、はい、一回、うん、止めて NG にして鶏捕まえて、うん、それで向こうへ持ってって、うん、それでまた続けてやるわけじゃない、うんうんうん、その生放送っていうのはもうそういうこと一切できないから、うん、何があってももうやるしかないのね。であとみんなカンニングがひどいでしょ。そのだけどまあなんか前あのねドラマでもやってましたけど、その台本が上がってくるのももう本番ギリギリに上がってくるんでしょ。でもまあ初めの頃はちゃんとしてる方多かったのでだんだんね、あの若い季節とかね、うん、そういうのになってこう有名なボン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 、あ45人のスターが出るっていう出るみたいになってくると、あの小野田勇さんという方がね、あのお花藩も書いた方なんですけど、うん、いいうまいんだけどね、本が遅いっていうね。だからみんなもらったらすぐ覚えて、だから早くセリフを覚える人はあのテレビによく起用されたの。あ、私なんか早く、私とか沢村貞子さんとかね、いい、うん、私とか沢村貞子さんとかね、結構みんな良かったんだけどね、それがね、あの小沢さん、え、うん、もうね、しだり牧伝さんね、あの全部私のセリフ言ってあげたんだ、全部ね、あの自分のセリフ忘れてるから、うん、私あの忘れた、ね、誰かがね、まあそれつまんない話なんですけどね、あのしだり牧伝さんと私がまた出てて、おじいさんってね、他にいなかったね、しだり牧伝さんしか、もうね、多分見てる人の3分の2の人は左牧前さん今きっと調べてますよ。そう、左牧前さんがあのこういうお地蔵さんにセリフを書いた人がいるのよ、うん、もうみんなねセリフもうこういうとこ全部もう今日ここいろんなところにカンニングするためのいいセリフをもうここね、もし当時だったらみんな全部この白いところにここに全部字書いちゃう、ここにセリフ書いちゃうのね、うん、それでこういうところにも もちろん書いちゃうの、もっとすごい人はねこういうところの後ろにも書いちゃうの、それで、ね、分かんなくなるとね、それがね全部のセリフが分かんないんじゃなくて、うん、東京特許許可国みたいな分かんないのがあるときにこういうところに書いておくわけ、うん、でそのセリフになったときでもね、そんなこと言われてもってこうやってそんでここに書いてあるからセリフがね、うん、そうなのよねって、そういう風にして、でも私一番すごいと思ったのは、一緒に出た人はね、すき焼きのね、うん、あのお豆腐にねペンでねセリフ書いてあったの、すき焼きに、すき焼き、それだけすき焼きを食べるシーンで、そうよ、だって私お箸でこうやってね、今日会社でどうのかって言いながらこうやろうと思ったのねお豆腐に書いたのよ、うん、どうもそれ書いたのお父さんらしいのよ誰かが書いてるわけだから、うん、で少しもう水でにじんでるのよそれはだけどこの中に入れちゃうわけにいかないじゃないの、うん、読めなくなっちゃうしね、うん、
あとおネギも書いた人いた。おネギね、もうとにかく書けるものには全部みんな、男の人が多かったわね、あれ女の脳と男の脳と違うんですってね。あ、そう。あのね、女の人の方が覚えやすいんで、で女はね覚えていて、いろんなことやりながらでもこうやってやりながら、うん、お父さんそんなこと言ってもどうのこうのってやるんで、男の人はねやっぱり覚えるとこういうふうに一緒にやるのはねできないんですって。それはいいとか悪いとかの問題じゃなくて、脳のなんか左の脳と右の脳の関係なんだって、うん、それだから男の人はねみんなねいろんなところに書くわけど、もう、ね、電信柱なんかあったらもうみんな書くのよ。そうすると分かんなくなっちゃわないですか。そうそう、本番の時にあの刑事物なんかね5人ぐらい出てると5人が全部書くでしょ、うん、そうすると電信柱周りをね、なぜだか刑事の人はね自分のセリフが大事、本番の前にちょっと誰か動かしたりすると自分のは分かんなくちゃどこにあるのか、だからそれを探すために動くわけ、こうやって、うん、いやでもなんとかですねって言いながら、でもう一人さ、さっきここにあったんだけど今度違うから困ったなと言いながらそっちの方もあって、でもなんとかですねとか言いながらまた向こう行くでしょ、うん、そうすると一つの電信柱を回って5人ぐらいのぐる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 回って自分のセリフ探すとかね。それからね、あの犯人は山田ですってことになるでしょ、うんうん、まだ刑事物 で、うん、で犯人が山田ですって言うのに、それは間違って鈴木って言っちゃった人がいたとするじゃない、うん、そうすると、ね、すごい勢いでね、犯人は鈴木になりましたってAD の人が犯人は鈴木です、犯人は鈴木です、犯人は鈴木だってさ、犯人は鈴木だからって言って、もうねそれで聞いてない人はもう違う名前言っちゃって大変だからね、うん、そういうふうにあのみんなが行ったりとかね、もうでもやっぱりこういういろんなところに書くのはのりへさんが一番すごかったね、うん、テーブルの上にねなんかたくさんのコメントが来てます。なんてで、それよりもね、なんでここにね空のカップが置いてあるのかなと思って、忘れたのかなと思ったら、うん、ここにちょっと入ってました。入ってんの。ここにお紅茶とコーヒーかな、これ私もこのお砂糖が入ってんのでね、お砂糖食べないでください、お砂糖入ってんだわと思ったの、これにちょっとこの入れますね。あら、恐れ入ります。でもちょっとぬるくなっちゃったかも、これなんか忘れてるのかなってちょっと思ったんで、私知らなかったの本当に入ってるって。珍しいでしょ、テレビの時なんか絶対入ってないよ、ね、本当の時こういうこんな可愛いバラの、皆さんこれバラのお砂糖、これバラ可愛い、ね、どれテレビ、これかバラのお砂糖ですよ皆さん、可愛い、ちょっと入れます。もしミルク必要だったらこれ入れます。なんかさ、コメントで ねやっぱり飲み物飲んでくださいねって来てるんですって。え、飲み物を飲んでくださいねって弾丸トークだから、あ、見てらっしゃる方がでもね入ってなかったからね、あれなんですけど、私分かんなかったから、まさか本当に入ってると思わなかったから。いただきます。いろんな、ね、たくさんの、ね、コメントが、ね、いただいてますね。じゃあちょっと見てください。可愛いって徹子さんね、褒められる言葉で一番好きなのは可愛いなんですよね、うん、そんなのね、もう一番嬉しいんでしょ、可愛いが、うん、なんで嬉しいの。だって可愛いって言われるの嬉しいじゃないの。普段可愛いって言われないから、そんなに。お休みの日は何をしてますかって、徹子さんのお休みの日は何をして個人的な質問が来てるの、そこに。そうですね、いろいろ。お休みの日はね、まあうちにはいないわね、うん、大概、まあ、ただ今はねコロナだから、今はコロナだから行かないけど、いつもの時でしょ、うん、だいたい芝居を見に行く、うん、または映画を見に行く、はい、またはまあお買い物にもたまに行く、うん、あと誰かと会って何か食べる、うん、食べるは多いですね、食べるは多い、うん、毎日何食べる、お昼はねお蕎麦とか、お蕎麦、うん、お蕎麦お好きですよね、うん、それからパンとか、うん、そういうのかな、うん、でもちゃんとアイスはね、アイスはだアイスはどのぐらいのあれで食べてるんですか今は。だから私自分でほら買いに行けないからさ、ね、もう本当驚いたのは、みんなでイタリアに行ったじゃないですか。こんな話になると長くなっちゃうけど、でもイタリアのみんなでイタリアに行って行ったら、イタリアってジェラート屋さんが本当に日本の洗濯屋さん並みに
いっぱいあるじゃないですか。そうホテルの出たとこにもうそこにあるのよね。そうでちょっともう50歩ぐらい歩くとまたジェラート屋さんがあってって言ってそこに立ち止まるたんびにアイスクリーム食べないアイスクリーム食べないって言ってさっき食べましたよねって言ってえでもいいんじゃないって言ってすごい数食べてましたよねあの時は。でも一番おかしかったのはなんかねあの私下の方にジェラート屋さんがあるのが分かったわけ。それ違います分かったそれ何よりとして、あのですねこうですそれコモコでの話ですであまりにもなんか徹子さんがこれはもう体に良くないなと1日もう8個とかアイスクリーム食べるからでもルールを作りましょうって言って1日2個あ3個かな3個までにしましょうっていう話になったんですよ、うん、そしてで3個でいいわよってなんか徹子さんもおっしゃってて、うん、それでその食べようとするともう今日あと2個しか食べられないから大丈夫ですかって言うとじゃあ我慢するとかって言ってな我慢してくださったんですよ。それでホテルに着いたんですよそこに。そしたらいつもだったら絶対みんなと離れないのに私はもうそこ行ったことがあるからあなたたちで行ってきなさいよとかって言ってなんかみんなでなんでだろうねって不思議だなって思ったらは思ってそのでまあそれは何も感じなかったんですけど帰る時に僕の生産所のところになんか食べたことがもうない生産のものが僕の部屋についててなんだろうって思ってこれなんか僕食べてないんですけど何ですかねって言ったら徹子さんがいきなりそれ私ですって言って取ってなんだと思ったら隠れてアイスクリームそこでねみんなをお一晩した時にアイスクリーム食べてたんですね。あっちの道の方行くとすごくいい景色があるからみんな行った方がいいわよって私が言ったらみんなが行ったからその間にあの一人でやつにアイスクリーム屋あんの知ってたから、うん、イタリアのアイスクリームも美味しいからそこ行ってチョコレート あのソフトクリームみたいに食べちゃってすごく美味しかったあの時美味しかったなアイスクリーム食べたいですか今食べたいですよそりゃじゃあね用意してくれてるみたいです本当に、うんちょっと取ってきてみますか。私すごくアイスクリーム食べてない。しかも目が向こうにいじられてアイスクリーム全然このとこ食べてないもんだって。じゃあちょっと取ってきますね。コロナになってからアイスクリーム食べてないと思う私。あいいです。アイスクリームこれ。そうですよ。こんなんですってアイスクリームがちょっと。これアイスクリーム本当にアイスクリームですちょっと食べてみて先に毒味がかり、うん、だってそうじゃないかもしれないけど食べてみアイスクリームこれあ溶けてる、うん、おいしい冷たいけど垂らさないように手でいくんですかでもこれでいけるいけるいきますアイスクリーム。何ですか？どうしました？普通アイスクリームってさ柔らかいもんじゃないのね。うん、こうソフトクリームとかさ。うんこれ外側がバイバイ硬くてさすごいさもう早く外にきっと待ってた間にちょっと溶けちゃって周りのチョコレートのだけが残ってるのかもしれないですね。それでか外側がねバリバリしたなんか甘いもので、うん、食べると中がねあの溶けたドロドロのアイスクリームだでも食べてみようでも食べるのでも食べるのほら皆さん分かりますこれほらもう中のアイスクリームは溶けて出てるのが見えるだららららららこんなお洋服飛ばさないでくださいねお皿持った方が喜びようがすごいでも何徹子さんの喜びようがすごいってアイスクリームって言った時食べてる喜びようがその感想もまた随分あれねすごい勢いでみんなたくさん来て溶けてるやんお洋服に飛ばさないでっておいしいねそろそろなんかもう締めの段階に入るみたいですけど本当にもっと喋りたかったら別にいいんですけれどもどちらでも
まあ、ああおかしかった今ちょっと期待外れな感じですかこういうんじゃないと思ったの私アイスクリームってもっとソフトクリームみたいなのさ、こんな風になが、だと思ったね。それを手に持って食べたい。今度ねロケの時に、ロケの時にあのどっかで食べに行きましょう。まあなんか話題のアイスクリーム屋さんに。今後なんかやりたいことはありますか？そうですね、もっときちっとした形でこれやりたいですね。グズグズうず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 してる間に始まってこのままだらだらだらして驚いちゃうんですけど、まだ30分ぐらいなのかと思ったらもう1時間近く喋ってるんですね。本当にそんな、うん、でもな皆さん呆れてられたシャンフさんがなんて書いてないっていうか皆さん見てくださってる、何でしたそれで、えっていうかたくさんコメントくださってるし、悪口書いてね、悪口書いてあるとね私泣きたくなっちゃうの、自分で勝手にやっと落としときながらそんなこと言うと悪口 書きたくなる人いるみたいな。やめてやめてでもだから読まないようにしてる。はい、で今日初めての生配信でしたけれども、徹子さんどんな感じでしたか？あ、とても楽しかったですよ。だってね、うん、皆さんのお答えがすぐそこに出るでしょ。そう、これまた後からも見れますから。そうそうそう、だからね、うん、あのこういうすぐあの皆さんの感想が見られるものは面白いと思います、うん、そうですね。だからあのもっと面白くいつもそう言ってもっと面白くやりますからとか言っちゃって、ね、本当にあのよくあの芸能界の芸人さんがハードルを上げるっていう言葉を使うんですけれども、面白いやろうな面白いやろうなとかって言って自分でハードル上げていく人ってあんまりいないんですよ。だけど毎回毎回もっと面白くやりますからって言いながらね全然何も考えてこなくて面白いのあのやってないので私とっても恥ずかしいと思いますけど、まあ、こんな感じでゆるくお茶を飲みながら、まあ、あとね徹子さんの好きなデザートなんかも紹介しながら、あの、ね、それもコメントで多かったですね。スイーツとか徹子さんの好きなデザート教えてもらいたいとかっていうのもあったんで、そんなのいいですよね。そういうのもこう混ぜながらあのゆっくり、まあね、楽しんでいただければと思いますけども。あと他に面白いのない？あと他にですか？そうですね、面白かったって言ってくださって、楽しかったって、ありがとう楽しかったですよとか、あとはあっという間ですね、早い、すごい、それどんどん動いて上がってくのそれすごい早い、これ止められるのかな、あ、ちょっと、え、ちょっと徹子さん人間国宝って書いてあったわよ。あ、すごい目が早いですね見たわよ今それはね、そんなことはないですよ目が早いね、なんかもうちょっともうちょっとゆっくりできないの？それてかたくさんの方が今コメントくれてるからザーって上がってくるんですよ。うーん、でもね楽しいって言ってくださってるし、本当今度アイス最初にしてくださいだって今の間に食べちゃう、なんか300歳まで生きてくださいみたいなのもありましたね。うん、酸っぱい。どうしたの？ものすごく酸っぱいの食べちゃった最後に。すごいすごい失敗。よかったらこれも差し上げますけれども。うん。あのね黄色いのがねすごいなんかレモンのね、うん、絞り汁みたいな。もうね想像絶する。ちょっとこれいただいていいですかね。どうぞ。大丈夫ですか？うん、どうしてあなたの方が硬いんだろう本当に、うん、じゃあこっちの方が冷えてたのかもしれないですね。まあじゃあそういうことで、うん、そろそろもう1時間ちょうど今5時になりましたのでそろそろ終わりにしますけれども、じゃあまたもっと面白くするっていうことでビビビちょっとちゃんと拭いて口から吹き出さないようにしていただいて、ごめんなさい皆さん、ごめんなさい、このビビビビビビ、はい、徹子の気まぐれ TV 今日はこの辺で終わらせていただきます。でまたいいねのいいねを何いいねとチャンネル登録をお願いしますということで、これにもそういうのがあるの？これにもってこの間なんかいいね押してちょうだいねみたいななんか歌って歌ってましたよね
今日もやります？うん、やんない。やんない今日は。じゃあ皆さんもしねよかったら、チャンネル登録と、あ、そうか、いいねがないともうやらないって言っちゃうの、このどっか。そんなことはないんです。そんなことはないんですけれども、なんか YouTube はそういうのをみんな最後にこう言うっていう感じになってて、まあ、その見てくださる方たちがこう増えていただければ、そのもっとこう楽しいことができたりとかっていうこともあるんだと思うんですけれども、そういうなんかシステムなんですね。はい、じゃあ、皆さんね、またお会いしましょう。1時間ちょっと経ちましたけども、こんな本当に皆さん、じゃあさようなら。どうもありがとうございました。こんなもの聞いていただいて、わあすごい弾けるんだ、こんな弾けるの、うん、すっごい。バイバイです。バイバイ。バイバイ。